はい、これがコミックチャット専用のライブ配信ページを開いたところです。左上の方に表示されているのが、ライブ配信の映像部分なんですが、配信中に、このページを開いても再生が開始されていない場合があるので、その場合にはこちらの、再生ボタンを押して、再生を開始してください。そうすると配信の映像が見れるようになります。それからチャットルームに入出する方法についてですが、配信映像の右側にある ECHIRC 接続設定のフォームにニックネームを入力してから接続開始のボタンを押すだけです。この設定が表示されていない場合には、ページの右下にある発言先の選択という部分で ECHIRC 接続設定を選択すると表示されます。この接続設定では、最初の項目に接続先とありますが、通常はこのまま変更する必要はありません。サーバーが不安定で接続できなかったりすることもあるので、その場合には他のサーバーに切り替えてみてください。ニックネームはあらかじめ適当な名前が入力されていますが、必ずこれは削除してから自分の名前を入力してください。ニックネームに使用できる文字は半角の英数字で9文字までです。同じ名前を使っている人がいたり、9文字以上入力してしまった場合にはエラーで入出できませんので、他の名前に変えてください。ニックネームを入力したら、こちらの接続開始のボタンをクリックします。しばらく待っていると、チャットルームへの入出が完了して発言できるようになります。次にコミックチャットで使用する自分のキャラクターを選択します。画面の左下の方にキャラクターの画像が表示されているので、上下にスクロールして好みのキャラクターを探してください。キャラクターが決まったら、その画像の頭の上に書かれている文字をシャープの記号から全部選択してコピーしてください。コピーした文字をチャットの発言欄に貼り付けて発言すると、キャラクターの選択が完了します。この時、発言先がチャットルームから外れて特定の参加者に切り替わっている場合があります。その場合には画面の右下にある発言先の選択でアポロのタロット占いを選択してから発言するようにしてください。